純選手の島言葉日記。はい、さい。23日、相馬市に行われる O1 グランプリ、うちなお笑い大会の最終予選やいびいたん。わね、今年120組中13位、あきちゃびよ。相馬市生放送本戦出場確定総勢8位まで。あしがや、敗者復活戦でのもんが抜けてるいびん。クリカチアに1位内で、相馬市の決勝戦生放送会うんじられることなといびん。12月17日、ヒープーホップの番組打ちネタさに、6組中1位ならんね、そうがちわんね、やんじにぶいとるとるし、どーちゅいむにそうるはじえびっさ。やくとかんなじかちぶさん。そうがちテレビ打ちしまくとばちかて、しーじゃんちゃわらかしぶさん。27日の敗者復活戦会に来て、まじや、ネタちみてちばてちゅんどうせい。あらんや、これ27日に自治課長氏が17日のやりんや。17日、かんなじかちぼさん、ネタちみてちばてちゅんど。今日の一言、トゥルトゥル。トゥルトゥルとはですね、トロトロの意味です。こんな時に使いますね。ミートゥルトゥルシーとかね、またトゥルトゥルあっかんけとか言います。このトゥルトゥルによく似た言葉が、トゥントゥルモーカーっていうのがあります。トゥントゥルモーカーっていうのはですね、こういう時に使いますね。もう本当に、もう本当に、もう喜びたい。もう今すぐにでも喜びたい。もう喜びたいけど、もう喜べない状況にある。でも、もういても立っても いられずに、この喜びを隠してるんだけど、もうとにかく今喜びたい。大きく喜びたいって、思ってる時に、このトゥントゥルモーカーっていう言葉になりますね。トゥントゥルモーカーしてるさーってね。例えば、僕がこの最終予選ですね、結果発表とか、そういうするときには、まあずっと、トゥントゥルモーカーしてるかもしれないですね。早くもう、とにかく結果を聞いて、早くもう喜びたいんだけど、どうなるかどうなるかっていう、まあその瀬戸際、そこが一番、トゥントゥルモーカーの状態に当たっております。それでは皆さんも使ってくださいね。また野菜。